はい、どうも私、吉本の科学実験芸人、水平リーベー、僕、森田科学と森田くんと言います。ありがとうございます。これから始まるね。今日はですね、風の実験を皆さんにちょっと披露したいなと思っておりましてですね、こちらに用意したのはブロワーというですね、風を出す機械、まあ大きなドライヤーだと思ってください。はい、今からですね、このようにスイッチを入れると風が出ます。はい、まあ、目では見えないんですけども、こちらに白いボールをちょっとですね、ここで手を離してみたいと思います。ちょっと、はい、よいしょ。はいはいはい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。はい、こんな感じで、はい、浮きますね。風が出てると、はい、浮くね、浮くと、まあ、これは、まあ、下から力をね、これではまだ驚きませんよ。そうですね、大きなお友達の皆さんも多分これ全然驚かないと。大きなお友達というね、はい、言い方があるんですか、はい、慣れてるな。これちょっとじゃあ傾けてみます。ほう、はい、傾けたらこのボールどうなると思います？それはやっぱり重力とかありますから落ちちゃうんじゃないですか。そう思いますよね。そう思いますか。はい、じゃあちょっとこれ傾けていきましょう。はい、普通だと重力があるので、はい、これ落ちちゃいそうなもんなんですが、あら不思議、全然落ちません。いつもよりありがとうございます。はい、すごいすごいすごい。最後にちょっと可愛らしい実験で締めたいと思います。はい、可愛らしい実験を用意しております。はい、今回ですね、はい、こちら、はい、輪っかにつないだ風船持ってきました。はい、この風船を使った、実験でございまして、ね、先ほどのようにこちらをですね、今、うん、スイッチを入れた状態でセットします。はいはい、ではですね、よいしょ、ここで今からこれを、はい、3,2,1 の合図で手を離したいと思います。はい、手を離したらこの風船一体どうなっちゃうと思いますか？これ、あ、回る回ると風でこう、いいんですね、回るでいいんですか？ファイナルアンサーですか？いや、ちょっと待てよ。はいいや、回るでいこう。では行きますよ。3,2,1 さあどうなっちゃうの。よいしょ、ような画角になってるんですけども、よしよし、これぐらいの画角でどうですか？あ、すごいすごい、あ、吉野君の声、行きました。吉野君は盛りちゃった。これはすごい、ありがとうございます。以上、風の実験でございました。ありがとうございました。どういう原理で今の実験が同じことなんですか？全部、まあ、全部同じことでございましてですね、まず、ベルヌイの定理というちょっと難しいんですけれども、そういう定理がございます。懐かしいですね。はい、懐かしい風の流れが速いところというのは、はい、まあ、普通なんか物を吹き飛ばしそうなんですけども、はい、その中心部に物を引っ張ろうとする力が生まれるんです。風の中心部に、はい、風が出てるのにその中心部に引っ込もうとする力が生まれまして、ほうほうほう、うん、それで今そのボールが浮いてた状態ですね。こう出てって真ん中を引っ張ってるとここで固定されるってこと。はい、そっか、はい、同じ原理で風がこういう方向だけでそのまま飛んでいっちゃうし、はい、風船もそのまま行っちゃうけど、はい、真ん中に吸い寄せる力があるから固定されたり、はい、飛んでいかない、はい、うん、あ、そういうことでございます。はー、次の風船を真ん中にこうね、どんどん吸い込んでいくんですね。あー、なるほどね。